皆様こんにちは。じゃ昨日ラムちゃん大好きだっちゃみたいな動画のサムネイルが汚くて大変申し訳ございませんでした。あれはひどく。ここにあります。ここにあります。あのサムネイルは、リオナリの仕業です。申し訳ございませんでした。動画中に あの顔してませんよね。してない。してないですよね。うん、あのラムちゃんに対してデレデレする写真を撮りたいってリオナリに言われて、で私がああいう顔したらリオナリがクソ爆笑してこれで行こうっつって使った。でサムネイルは。あの綺麗な村で中和しましたという形でさらに追加したんですけれども、あのそれもまた、そこじゃないっていう、ご意見ありがとうございました。あのご意見は本当にあの狙ったご意見通りでございます。で今回ですね、あの再びラムちゃん使いたいと思ってるんですけれども、はい、そのラムちゃんを前回ラムラムで使って、でゼウス降臨に対してそのスーパー余裕で勝てたかと言われると多少苦戦したんですよね。でいろんなそのラムちゃん使いの方からコメントをいただいたんですけれども、そのフレンドでトールがいいんじゃないかとかいろんなことを我々言ってましたね。言ってました言ってました。ただカイトだろって言われて、あっカイトだってことで、うん、ゼウス降臨、同じくゼウス降臨カイトでいきます。はい、でもう全編私ビャーっていきます。お待たせいたしました、はい、このようなパーティーラムちゃん変わらずです、強化ドロップを含めて5攻撃死した属性の攻撃力が4倍、はい、攻撃タイプの HP がほんの少し上昇、はい、なので攻撃タイプをちょっと攻撃攻撃攻撃、はい、これは結構強いと思います。カーリーさんはね神、カイトはバランス悪魔、はい、あのカーリーは火枠ですね、うんうんうん、攻撃でね HP が上がる、はい、で倍率も出るってなかなか面白い組み合わせですよね。はい、これでいきます挑戦。まあ、カーリーの陣からベジータ使ったりもいいですし、カイトの陣から、バルキリー使ってもいいですし、早速光の攻撃し、はい、これ僕どれぐらい出るんだ、強いと思います。あの普通に今のって30万ぐらい出るの、はい、多分普通にその変換使えば5個消しプラス4個消しみたいなのできると思うんですよ。はいはいはい、はい、できると思う。だから相当火力、その闇がもう2人が2体攻撃になってます。なるほどね。オークニヌシもね、はい、2体攻撃2つだっけ。オークニヌシは強いね。でベジータも2つ。はい、だからこのパーティーだと光も強いけど闇も強いんだ。素晴らしいじゃないですか。あ、バル、あ、うん、バルボン使おうかとも思ったんだけどまだいいかなと思っちゃった。これでも抜けますか。まあカイトの4色がそもそも決まってなかったです。でも悪くない、でも悪くない。でもこれだとね、5攻撃してないんでラムちゃんの倍率が出ないんだよね今のはね。はいはいはい。だからカイトのその確かに4色の4倍いい。ただあの強化ドロップ含む5攻撃なんでそこだけ注意なんですけど、行ってみようか。発動右の方にありますね強化。ただねやっぱカイト確かに相性いいな。カイトがあの強化ドロップいっぱい持ってるんですよ。あのそうだね、スキルでほぼ全色持ってるよね、はい、色足りてる？足りてるね。はい、これ闇が闇5454ですね。ベジータ64万、いい火力だね。そうですね、結構出ますね。これラムちゃんでバルさんが2ウェイ持ってて、カーリーが2ウェイ持ってるんで、すいませんちょっとスキル確認オンにしつつ、これラムちゃんなんだっけ。まあ、ラムちゃんがあの威嚇ですね。電撃キャッチャー発動。じゃここが、まあ、カイト使ってからカイトバルじゃない。そうですね、サイレントバルです。攻撃体勢引っ張る闇がいくとんないけどまあ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 光だけで、はい、光の4543とかできそうやね。いきまーす。
あ、闇外っちゃった、ごめん、ダメだこれ、セーフ。おお、何やこの木がいっぱい落ちた、化け物みたいな落ち込みきたぞ。これカーリーの火力見ましょうか。260万。これ今が光の544で、さらに落ち込んで光5攻撃してまったよね。皆さん、あのラムちゃんとカイトで、まあ、その私のこの光カーリー、プラス2キロに振ってる、はいはいはい、で 2A2 つ持ちの子ですけれども、544からの落ち込んで光が5、まあ、こんなコンボ数はねなかなかないと思いますが、約300万近く出ちゃった。ありっすね。ありですね、これありですね。ラムちゃん使いの方はぜひともフレンドはカイト使ってみてください、うん、もう一個ぐらいどっか行きますか、はい、もうちょっと強いとこ。フレンドカイトだったらたくさんいるんでラムちゃんね、探すのが。そう、フレンドのラムちゃんそもそもいないんだよね。はい、ラムちゃんカイトパ、なんとソニアグランコ、はい、いけると思いますか。いけると思いますよ。マジか、私結構不安なんだけどな挑戦。結構ソニアグランむずいからな。はい、いいでしょう。いきます、まず回復します。いや、ちょっと殴るか。でも飛んじゃうよね、こいつね、きっとね。うん、まあ、軽く殴る、軽く殴るか、はい、軽く殴るか、はい、いかほどか見ましょう。はい、すごいいいダメージ。普通に戦車飛んで決めちゃいますか。やっぱちょっとパーティーやっぱ難しいですね。その強化ドロップを作らないといけないんで、闇の強化ドロップ持ってるのはもうちょっと入れてもいいかもしれないですね。まあ、確かに闇の強化ドロップ多少少ない系、はい、おっとおっとって感じです。まあバルを使います。もったいなくない。いや、まあ5ターンなんですけど、いっちゃうか。マジ攻撃耐性光発動いきまーす。火が U になってしまいました大丈夫でしょう。ちょっとギリギリだったな。そうっすね、闇消してないんで。危ねえ危ねえ。よし、闇の五こげしを含ませながらいこうかな。そうっすね。ハート、ちなみにラムちゃんはもう5攻撃さえすれば倍率発動しますので、その多色のように色を決めにいっているのはあのカイトのためです、ね、はい。これでもちょっと、まあカイトも確かにフレンド強いですけど、やっぱパーティー組むのちょっともうちょっと難しいですね、これいろいろ難しいな。ちょっと悩みますね。悩みますね。やっちゃった、やばい。あれでもそうですね、あんま HP ないんで。なるほど、もうちょっと多色に寄せるとかかな。まあ、ただそのラムちゃんが多分前回の動画でも言ったんですけど、回復ドロップに強化ドロップがついてくるっていう覚醒スキルが持ってるんで、まあ、攻撃耐性は結構相性がいいですよね。そうだね、ハートがもう勝手に色づいてるからね、はいはいはい。うん、これぐらいだったらこの子 HP 低い、どれぐらいなんだっけ。60万そんくらいじゃないですか。そんなもんか、100万ないと思う。それで言うと、そうか、闇バルとかでもよかったのかもしれないですね。そうかそうかそうか、まあ、闇寄せにするってこと、はい、闇寄せにするっていうのもいいかもしれないですね。ここは闇の54入れたいですね、はい、で色決めないで強化ドロップ含めないといけないんで、オーケーです。参ります。うん、これはいい火力が出るでしょう。この俺次ちょっとしんどいな、はい、あーオッケ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 ー。これって次ってどれぐらいだっけ。あれだよね、緑ソニアだよね。緑ソニアです。緑ソニアはワンパン1回でこれぐらい、そうですね、削らないといけないんで、まあ、次にスキル使ってもいいかなっていう感じですね。確かに確かに、はい、で言うと火のドロップ、ベジータで火のドロップでしょ。でバルキリーが溜まってないから、そっか、威嚇使えばいいのか。
まあ威嚇ありですね。あ、威嚇使いましょうか、次で。威嚇聞いたっけ、キソニア。聞きますね、確か。最初、怒りみたいなやつみたいなのがあったっけ。あ、聞くね、確かに、はい。そしたらもう容赦なく行くか。そうですね、ここは全力で。闇のここげしを中心に行こうかな。一旦盤面リフレッシュするぐらいの気持ちで。OK! ソニアグラン、ここまで順調。はい、うん、電撃だっちゃかな。そうっすね。もしくは、まあ、大国さん使うとエンハンス、闇のエンハンスもかかるんで、まあ、ボス戦で使うのがいい。確かに電撃だっちゃ発動で、バル使います。はい、攻撃耐性光、光の4号ですね。はい、まあ、闇か火、まあ、色だけ、そこだけ。その注意はね、なかなか慎重にやらないとね。はい、参ります。違う、これ闇の、あ、光の4号、5号になった。え、嘘、5号になった。こっち側みたいな。いった、ワンパン、いった、すげえ火力出ました。結構出ましたね、今。赤ソニ、赤ソニはあのコンボさえ決めていただければ。5コンボなんで、ね、ただ吸収が、うん、これ まあ、闇染めにしたら、じゃあフレンドっていうかカイト、カイトでいいじゃないかって思うかもしれないけど、でもカイト持ってない人、カイト持ってない人と、あとサブに威嚇持ち、今あの大国さん入ってるけど、大国さんが入ってなかった場合、電撃ダッチャでその威嚇になるんで、結構相性としてはいいと思います。だよね、うん、私もそう思う。いきます。お、うまい、イエーイ、偶然だ。うまい。 あ、これワンパンしたんじゃない。 T 落ちしました、 T 落ち。珍しい、珍しい T 落ち。あ、いった、いってない。そうですね、光がやっぱワングレン。ただソニアグランに対してさ、はい、ここまで戦えてるって結構すげえよな。そうですね、危なげなく来てると思いますけど、ね、はい。闇の五個消し入れます。そうそう、光の五個消しの方がいいかもしれないですね。なるほど、確かに確かに確かに、はい、光の五個消しいきます。あとは色決めれば、はい、あ、危ない。え、色決まってなかった。いや、5コンボ消しなんで。あー、やばかった、やばかった。3面5コンボ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。さあ、ここですね。さあ、ソニアグランまでよくぞやってきた。はい、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 はい。あー、どっちにしろ威嚇使えないのか。威嚇使えないし、ね、でも、炎波がかかるのか。そうですね。ベジータありじゃないこの瞬間。根性なんで、ゼロまでいっちゃうと、ピヨンって全部隠されちゃうんで、そうだね、54とかで決めて、ベジータ大国で200万とか。でもさっきこのゼウスの時とかに、はい、54、闇の54、このリーダースキルの組み合わせで決めた時、だいたい70、80ぐらいじゃなかった。そうですね、ありじゃない。あ、ベジータ、ベジータ、あー、いいと思いますよ、いいと思います。行ってみていいですか、試して。まあまあまあ、もう全然やられはしないんで。試して勝ってん、ファイナルフラッシュ、ファイナルフラッシュ。ドイン、54、54歳、これここで作りたいな。要は7、これ7ですよ、下げしてる。参ります。こういうパズルだと、はいはいはい、まあ、闇がちょっともったいないと思うけど、もう一個も決めちゃうとね、下手したらこれちょうど半分ぐらいいくんじゃないですか。あ、ちょうどいい。あれ、あ、大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、もうこれちょうど良かったですね。皆さん、ちなみにソニアグラン HP555 万、はい、私
ベジータと180万くらいですかね。あれぐらいか、もう1コンボ入れたらちょうどよかったかもしれない。そうですね、まあ光がね、4つ消しだけだったんで、これでもいいですね、これ闇の5個消しでいいと思いますですね、はい、いきます。これもしかしたらスキル余ってクリアの可能性全然ありますね。はい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 、これでどうですか。はいはいはい、多分いい感じじゃないですか、とてもこれいい感じ、バランス、えっやっちゃったよ、ちょっと足りなかったですね、まさかだよ。貝とか、貝とらな、ハート欲しいもんね。貝とって、貝とハート作る。ハート作りますね。ハート作りたいよね、これ。これはば、狩りのがいいですね。最後、次ダメージ来ないんだっけ。貝とバルのほか、光の火力出る。次ダメージ来ないですけど。まあ、来ないんだ。五色出てるんですよ。五色道です。次ダメージ来ないんだったら五色だわ。なんかすごいこの絶妙なこの調整だな。これどうします、これ5個消しあえてしないっていうのもありますよ。しないしない死んじゃう。はい、いきましょう。もう5個消しあえてしない、もうこんなもんだよね。はいはいはい、いいんですか。あっあっあっ、あやべやべ、いやでも5個消し入ってないんで、いやむしろいい調整、あ、いい調整とかいい調整、ベリーベスト調整、はい、で根性が消えましたので、そうか、決めちゃいましょう。私今更ながら、今更ながらなんですけど、はい、この人控えた闇半減なんですね。マジだ、はい、今更、僕も今更、あ、ちょっとちょっとちょっと僕よくちょっと僕よく村井さんに多分動画にはなってないけど、どこ行けるかなっていう相談を受けた時に、あ、ソニアグラン全然行けますよねあんま気にしなかったですね最近。ごめん、私もね気にしてないんだ。ソニアグラン周回するのにあんま気にしないですよね、その光闇吸収とか。もう全然光闇で行ってますから、ね、気にしない。うびすげえ、全部使っていいですよ全部。いや火が3つしかない。これもし火が足りてなかったらやばかったよ。いやそんなことないのか、攻撃耐性しっかり。多分カイトミ黒剣の磨き2個とかあんのかな、ないのかな。よし、そうか、なんか減らないなと思って、そう私もなんか減らないってずっと思って、なんだこれおかしくねーとか思ってたら、いきまーす、落ち着いて。あ、これ光と闇5個消し両方入れる。もちろん、あ、そっか、光と闇の5個消しを両方入れるべきだな、はい、そうだな。あと光も強化ドロップちょっと微妙についてるやつとついてないやつあるんで気をつけてください。参ります。はい、こんな感じで4つ消しにしませんか。あー4つ消しにしたかった、おっしゃる通り。あーこれどうだ、でもこれどう、いや大丈夫大丈夫、おーいやー知ったじゃないかよ皆さん。いや行きました、ラムちゃんとカイトで行きましたよ。しかも見ました最後、闇の4つ消しがなくって、4つ消ししてなかったよね。してないですね、闇の4つ消しがない状態のその 2way の威力を必要としていない状態のパズルで、あそこまでいけましたから、改めてちょっとパーティー見てみますか。はい、こちらのパーティーが今使ったパーティーです。ラムちゃんとカイトは素晴らしいね。やっぱラムちゃんラムちゃんにしようとすると光でどうしても染めたくなっちゃうんで、結構限られてきちゃうんですよねサブが。ただ多色にすると一気に幅が広がっていいなと思って、例えばそうだな、エレンとかを、うんうんうん、例えばカーリーと入れ替えたらバインド耐性とかにもなるし、なるね、で攻撃タイプだったと思うし、そのラムちゃんの、すいません私のラムちゃんレベルが57で大変恐縮なんですけども、その攻撃タイプの HP がほんの少し上昇する、はい、であれぐらいの火力が出せる、うん、でラムちゃんは一体威嚇だし、はい、カイとかジンだ、なかなか楽しい、何でもありだと思います。例えばゴンさんでもいいと思います。ゴンさんの場合は体力攻撃なんで、ラムちゃんの体力上昇も、うん、で結構恩恵が高い、なかなか楽しい。多色にするとやっぱいろんなパーティー組めますからね、だから最近多色が、ね、好きなんです。多色楽しいよね、はい、これもね、まあ、全長話長くなっちゃうんですけど、うん、竹見な方のランキングダンジョンあったじゃないですか。あったあった、あれも全然これでいけると思います。クリア、はい、いけるかな、結構あれしんどくなかった。いやもう僕も
数々の多色パーティーで数々の多色パーティーでランキングダンスやってましたので、はい、了解です。はい、じゃあ今日はラムちゃんでした。はい、さよなら。12月12日石川県にて、マックスブレイ生誕祭チケット大好評発売中、概要にリンクございます。ぜひともお越しください。他にもですね、年内、アップバンクイベントもり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 盛りだくさんでございます。引き続きお楽しみくださいませ。あと忘れてはならないのは、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。他にもですね、マミルトンさんのチャンネルとか高橋くんのチャンネルとか、この辺にいます、この辺に。あとハラミンとガル、今どっか行ってます、ハラミンとガルのチャンネルとか、いろんなチャンネルございますので、アップバンクがお届けする、いろんな動画チャンネル、ぜひともすべてお楽しみください。全部一色単にまとめまして概要欄にリンク入れておきます。では引き続き別の動画もお楽しみください。さよなら。